こんにちは。今回は、細編みの簡単な模様編みを紹介します。この模様は、鎖編みと細編みを一目おきに編む模様です。表側も、裏側も同じ編み地になります。伸縮性もあります。編み方を編み図で説明します。今回の模様は細編みと鎖編みを一目おきに編んでいきます。目数は偶数で作ります。今回は14目の鎖編みで編み始めます。最初は鎖編み2目を編みます。次に細編みを編みます。細編みを編むのはここから1、2、3、4個目の鎖編みに細編みを編み、鎖編み一目を編んで、作り目も鎖編み一目を開けた2個目のところに細編みです。鎖編み一目を編んで、2個目の鎖編みに細編みを編んで、最後は細編みで編み終わります。作り目の鎖編みを14目編みました。今回は編み目がわかりやすいように、コットンの極太糸で編みます。最初は鎖編み2目を編みます。鎖編み2目を編んで、ここから1、2、3、4個目の鎖編みの裏山を拾って細編みを編みます。4個目の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出します。糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。次は鎖編み1目を間に入れて、作り目も1目開けた2個目の鎖編みの裏山に細編みを編みます。鎖編み1目を間に入れながら細編みを編みます。次も鎖編み1目を編んで、作り目の鎖編みの2個目に細編みを編みます。これが1段目の模様です。これを繰り返します。鎖編み1目を編んで、2個目に細編みを編み、鎖編み1目を編んで、2個目に細編みです。鎖編み1目を編んで、2個目に細編みを編み、鎖編み1目を編んで、ここが最後のところです。2個目の鎖編みに細編みを編みます。これで1段目ができました。2段目も同じような編み方ですが、編み図で説明します。1段目で細編みを編み終えて、2段目は鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次に細編みを編むのは、1段目の鎖編み1目のところに細編みを編みます。間に鎖編み1目を入れながら、1段目の鎖編み1目のところに細編みを編みます。鎖編み1目を入れて、最後も細編みです。細編みを編むのは、1段目の鎖編み2目のところに細編みを編みます。この編み方を繰り返します。3段目も、2段目で細編みを編んだところから鎖編み2目を編んで、次の鎖編み1目のところに細編み、鎖編み、細編みと繰り返して、この模様を編みます。次は2段目です。2段目の立ち上がりの鎖編み1目ともう1目編んで、鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次に細編みを編むのは、1段目で鎖編み1目を編んだところです。細編みと細編みの間の鎖編み1目のところに細編みを編みます。鎖編み2目を編んで、次の細編みは、細編みと細編みの間の鎖編み1目のところに細編みを編みます。これが2段目以降の編み方です。鎖編み1目を入れて、次の細編みと細編みの
間のところに細編みを一目、鎖編み一目を入れて、次の細編みと細編みの間の鎖編み一目のところに細編みです。この編み方を繰り返します。鎖編み一目を編んで、細編みと細編みの間の鎖編み一目のところに細編み、鎖編み一目を編んで、次の鎖編み一目のところに細編みです。鎖編み一目を編んで、一段目の鎖編み一目のところに細編み、鎖編み一目を編んで、次は最初に鎖編み二目を編んだところです。最初に鎖編み二目を編んだ、この鎖編みのところに細編みを編みます。これで二段目が終わりました。三段目も同じ編み方です。鎖編み二目を編んで編み地を裏返します。次も前段の鎖編み一目のところです。細編みと細編みの間の鎖編み一目のところに細編みを編みます。鎖編み一目のところに細編みを一目。鎖編み一目を入れて、次の鎖編み一目のところに細編み。鎖編み一目を入れて、鎖編み一目のところに細編みです。次も鎖編み一目を入れて、前段の鎖編み一目のところに細編みを編み、鎖編み一目を入れて、鎖編み一目のところに細編みです。これを繰り返します。鎖編み一目を入れてから、前段の鎖編み一目のところに細編み、鎖編み一目を入れて、最後は細編みの次にある鎖編み二目を編んだところです。二段目からの鎖編み二目はこちらを向いています。この鎖編み二目の間のところに細編みを編んで、これで三段目が終わります。四段目、五段目以降は同じ編み方を繰り返します。これを編んでいくと、このような模様になります。単純な模様ですが、伸縮性もありますので、いろいろなものにはめると思います。細編みと鎖編み、細編み、鎖編みを繰り返して編む簡単な模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。